今日はルカの福音書7章の2節から読んでいただきました。これはマタイにも同じ記事が書いてありますけれども、百人隊長がですね、自分のしもべ、しもべというのはまあ奴隷なんですけれども、でも、この百人隊長はその奴隷を本当に我が息子のようにとても大事にしていた、素晴らしい人格者だったと思いますけれども、そのしもべが死にかけていたんですね。マタイの福音書は自分が来たと書いてありますけれども、ルカの福音書では自分ではなくて、百人隊長は、自分のしもべですね、別のしもべを送ってきたと書いてあります。イエス様は人としてはユダヤ人だったので、ユダヤ人のところに異邦人である自分が直接行くんじゃなくて、使いの者を使わせたということだと思いますね。で、使い物を使わせてもそれは自分が言ったことと同じこととされましたので、だからあんまりそのこと気にしないです。どっちにしても、百人隊長がイエス様のお願いに来たということですね。代わりのものであったとしてもそうです。例えば誰かで大事な手紙を持っていたとしても、それは持っていた人じゃなくてその人の手紙として持っていくのと同じですからね。これは百人隊長が、お願いに来たということですね。2節から見ていきますね。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていたと、死にかかるような病気だったわけですね。ですからもう、非常に危ないということで、この人は、百人隊長はイエスのことを聞き、イエス様が病気を治しておられる、そして、癒されているということを聞いたわけですね。で、皆さんそういう情報は流してらっしゃるでしょうか。皆さんの職場、皆さんの前の人たちはイエス様は病気を治すことをおできになる、どんな不治の病でもイエスキリストは治しておられる、それを信じるか信じないかはその人の自由です。でもそういう情報を流してらっしゃるでしょうか。流してなければそうは知らないのです。あの人はあんなこと言ってるけど私は信じられないというのはその人の自由です。でも流してなければその人は信じるも信じないも知らないわけですね。でもこの時イエス・キリストが病気を治しておられる、イエス・キリストはどんな病気でも治せるってことを聞いていたわけです。だからそれを聞いた時に、じゃあ私のこのしもべをどうしても治してもらいたいと思って来たわけですね。じゃあね、流してなければ人は知らないのです。それを発信していかなきゃならない。だからさっき癒しの話でしたけど、今日ちょうどどんどん発信していくんです。自分で伝えてもいい、どんな形でもいいけど、キリストは病気を治してくださるんだって、イエスキリストは治すことができるんだってことを伝えていくんですね。で、それを受け取るか受け取らないかはその人の自由です。でも伝えるのは私たちの役割なんですよね。で、その情報が流れてた。で、身元にユダヤ人の長老たちを送って、だからユダヤ人の長老ですから、自分の長老、しもべじゃなくて、ユダヤ人の人を、送って、つまりユダヤ人の人に頼んでほしいって、言ったわけですね。そしたら、イエス様のところに来た。で、そしたら、助けくださるようにお願いしたと、つまり、このしもべを治してほしいってね、イエス様だったら治せると思ってるから言いに来たんですね。で、これは愛によって働く信仰っていうのは、私の好きな言葉があるんですけども、本当にこの自分のしもべを愛していたんですよね。どうしても治してやったり、治してほしかった、治ってほしかった。そしてイエス様なら治せるって、イエス様に対してすごい期待感と信仰があった。だからユダヤ人の長老に頼んで、あなたからもぜひお願いしてほしいって頼んだんですね。そしてこの長老がですね、イエス様元に来たその人たちは熱心にお願いしたと書いてあります。どうしてかというと、この人こう言ったんですね。この人は、この長老は、百人隊長はあなたにそうしていただく資格のある人ですと。本来異邦人だから、他のところ見たら恋の扱いされてますから、異邦人だから、退けられても仕方がないんですけども、逆にこのユダヤ人たちが、ユダヤ人の長老がね、資格があるんですよと。どうしてかというと、この人は私たちの国民を愛し、私のために街道を耐えてくれた人ですと。当時この場合ユダヤ教でしょうけども、この場合はまだね、本当にユダヤ人たちを愛してユダヤ人に街道を耐えてくれた、ね、代を投じてね。だから本当に私のためによくしかさった人だから、ぜひ、ね、生きてあげてほしいって言うんですね。ユダヤ人というのはどうもね、昔からね、非常に厳しい取り扱いを受けてきてますね。多民族から迫害されてきたわけですね。日本では杉原千畝さんって有名ですけどね、ビダを書いた人ですね。イスラエルのところに今でもね、記念されてますけれども、で、この百人隊長もそのユダヤ人たちのために街道を作り、
ってあげてきたから、ぜひそうしてあげてほしいって言われたんですね。で、イエス様はすぐ飛んでいくんですけれども、まずこの百人隊長の一つ目は、本当にイエス様のところに、行けばなんとかなると思って、このユダヤ人の長老たちを通したから、どうしても聞いてほしいから、その自分の知り合いの、長老に頼んで、どうしても来てもらいたいってこう言ったわけですよね。で、私たちは本当に自分の問題、あるいは自分の愛する人の問題の時に、イエス様のところに行けばなんとかなると信じてますよね。本気でそう思ってますよね。あ、そうか、これオンラインだからあれなんですけど、いる人をどうぞ反応してください。静かにしなきゃいけないってことはないんですよ、ね、応答してね、くださったら、一緒に戦ってる人ですね、沈黙してる人はですね、何とも言いませんねだからね、何かというと、私たちもいろんな問題が日々起こってくるし、また人生のある時には非常に困難なことも許されてくる。でもその時にイエス様のところに行けばなんとかなる、自分の方じゃない場合はその人を本当に愛していたら、その人のためにイエス様のところに行くっていう、そうすればそこから解決が始まるんです。でもいつも言いますように、イエス様のところに行く前にいろんな人に電話をかけまくったり、もう今は LINE ですね、もう片っ端から LINE でバーって言って、いろんな人にこうね、バーってばらまいて、それでいろんな人からバーって助けを求めるとかね、人を通して助けを求めることが私は悪いとは言いません。でもまず神のところに行って、神様に真剣に乗った結果、人々を通して私はたくさん助けを受けます。その時神様へのまず感謝をして、助けをくださった人々にも感謝が必要です、当然。でもまず神のところに行くってことなんですよね。で、多くの場合人のところに行くと、人からの助けは十分受けられなかったりする、あるいはうまくいかなかったりする、それは憐れみです。神のところに行くときに本当の解決と勝利があるから、まず私のところに来なさいって主は言ってるんですね。それをね、覚えてほしいと思いますね。そしたらですね、イエス様が行かれた。そしたら6節、イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えたと。イエス様が来たときですね、百人隊長はね、今度は友人を使いに出したと。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたは私の家の下においでする資格は私にありません。もうとんでもない、とんでもないって、イエス様、そんな異邦人の私なんかはお家にいる資格はありませんから、そんな来ていただくことには及びませんと。これはすごい謙遜ですね。ですから私の方から伺うことさえしていると存じましたと、ね、自分から行くのは。だからユダヤ人の長老にお願いして頼んだんですと。ただお言葉をいただかせてください。これ、一言くださいというような言語では、ただお言葉をくださいっていうのはね、一言言ってくださいって、もう一言でいい、イエス様の言葉なら一言でいいって、ね、そうしたれば私のしもべは必ず癒されますって言ったんです。これね、御言葉信仰、言葉信仰と言われるんですけどね、一言でいいから一言言葉をください、イエス様の言葉なら一言で十分、一言いただければ必ず治りますと。一言でいいんです。でも一言くださいって言ったんです。これわざわざ来てこられなくても、一言イエス様を言ってくだされば必ず治りますからっていう、すごい信仰ですよね。こう一言言ってくださればいいって。で、その理由はどうしてかというと、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいます。百人隊長100人下にいるわけです、権威がね。当時のローマの軍隊は強かったんです。100人のグループが60あって、6000人が一つの大隊なんです。で 100,、ね、100人が一つの小隊というグループで、そしたら60個進んで6000人というのが一つの大隊なんですけども、でその非常に強かったんですよ、ローマの軍隊は。どうしてかというと、秩序がしっかりしてたんです。強い軍隊は秩序がしっかりしてるんです。で、秩序がしっかりしてない軍隊は弱いんです。例えばソビエトが崩壊した時に、もう軍隊がガタガタになったんですね。でそれは秩序が乱れた時です。でも強い時は秩序がしっかりしてたんですね。この時も強かったから、百人隊長が自分 その100人の兵隊に言えば、ね、今その人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。行けって言ったら行くし、来いって言ったら来る。行けって言ったらどうしてとは言わない、来いって言ったらなんでとか言わない、行けと言ったらなんで私かと言わない、来いと言ったら
その前にお前が来いとは言わない。行けてったら行くし、来いてば来い、来る、ね、お前ね、ね、でそれを知ってた彼は。でこれを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなたは言いますが、このような立派な信仰はイザヤの中でも見たことがありませんって言ってますね。そして使いの人たちが帰ってみると足も良くなっていたと。こんな信仰見たことがないって、で治ってたんですね。その通り、でこれはね、言葉を信じたんだ。もっと言えば権威をしてたんです。つまりイエス・キリストには権威があるから、権威がある人が言えばその言葉はその通りになるってことを知ったんです。だ、権威を知ってなければこれは分かりません。で皆さんね、今ね、あの昔はお父さんが権威がありすぎて困ったんですけど、最近お父さんの権威が失墜してるんですね。昔は先生に権威があってですね、ちょっとありすぎた部分もあったんですけど、最近は先生の権威が弱くなってるんですね。権威を人は学ばないんです、今ね。権威を知らないことはね、不幸です、ね、で、もうね、彼は権威をしてたんです。で、権威あるものが語ればその言葉はそうなるんです、ね、まあ政治家がね、あのみんなにね、権威あるものの言葉はコロコロ変わる、そうはならないってことを教えてるからね、まずいんですけども、でも何かというと、本来権威っていうのはね、権威あるものの言葉には力があってそうなるんですね。で、それを皆さん知ってますか。イエス様には権威があってその言葉はそうなるって、人吉フィラデルフィア教会のダビデ村上牧師と奥様のデボラさんね、村上牧師がまだねクリスチャンにはなったけど、まだお酒とかタバコとかギャンブルとかあって借金がいっぱいあった頃ね、ご主人の様子がおかしかったんですって。でデボラさんはですね、なんか危ないぞと思ってね、神様なんかと夫を守ってくださいって真剣に祈ってたんですって、ね、これエス様のとこ行って祈ってたの。実はご主人はですね、借金がありすぎてもうこれは返せないだろうということで、ね、でギャンブルとかお酒もうやめれないし、もうダメだと思ってですね、自殺じゃまずいから、滝のところに釣りに行って滑って落ちて死んだことにすれば保険金が下りると、その保険金で最後に借金をゼロにして、そしてすれば家族が助かるし迷惑かけないと、そう思ったんですってね。それでね、釣りに行ったんですよ、死ぬ覚悟でね、これ真面目ですよ。ところはね、死ねないんですって、怖くて次の日ってまたダメなんですって、2日間行ってもダメだった。で3日目にね、もうどうしてもね、シラフじゃ溺れないからね、お酒を飲んでね、ちょっと酔ってね、でね、えいってこうね、滝のところにボン飛び込んだんですって。そしたらね、滝に飛び込んだらね、あ、これで死ぬんだなと思って滝に飛び込んだら、ザーッと流されたんですって。すごい勢いでわーって流れていって、あーっと思ってハッと気が付いたらね、浅瀬に立ってたんですってえっと思ってね、もう一遍行こう、もう一遍、あ、もう一遍飛び込もうと思ったんですって。もう一遍飛び込もうと思ったその瞬間、はっきり肉声で声が聞こえたんですね。私のところに来なさいって、明確に。これはあんま求めたわけじゃないんですけど、来なさいって聞こえた。その瞬間ですね、教会に行かなきゃいけないと思ったんですって。そしてその瞬間、涙が溢れてきたんですって。私のところに来なさいっていうことを聞こえた瞬間、涙が溢れてきて、ものすごい愛を感じて、同時に教会行かなきゃいけないって思ったの、私のところっていうのは。ほいですぐね、教会行ったんですって。寝れたままかどうか知らないけどほいで教会行って、ほいでそっから彼の人生変わったんです。そっから借金はね、ちゃんと返すようになってどんどん減っていったんですね。でその後いろんなことがあって、酒もタバコもやめたし、ギャンブル一切もそれから全くしなくなったんですって。見事ですね。一つは、ね、奥さんがね、おかしいと思ってね、なんかね、断食したのかと思ってね、断食がその前にしたそうですね。こう真剣に祈ってた、神様ってなんかちょっとおかしい、なんかおかしいと思ったんですって。一生懸命神様に祈ったんですって。そしたらご神話はね、飛び込んだけど助かって、神の声を聞いたんだ。でダビデ牧師よく言うんですね、それだけじゃないんですね、いつもお話しするお酒のことね、酔っ払って娘をこづいたらね、自分の手がの骨が折れてね、あの時も本当に悔い改めたら、全くその次の日からお酒をもう興味がなくなって、もう本当にもうのんべの家系で中学からたしなんで、クリスチャンになってもお酒はやめたいと思ってなかった、好きだったから。それが
全く欲しいと思わなくなって、今は酒飲みが嫌いだっていうね、とんでもない人ですね。で彼がよく言うんですね、神様が言ったらそうなりますよって。全然無理に強いてるわけでも、神が言ったらそうなるって。それからもう一つは、本気で悔い改めたら変われるって、そのことに関しては確信持ってます。だから自分の息子さんがですね、まだあれだときね、いやまだあれはあの子はね、あの本当に神様は体験したいんですねって、もう神様体験して神の言葉を聞いたら大丈夫って、で本当に悔い改めたら変われるって、まあ、そこまで追い詰められてないんでしょうねなんて言ってですね、逆にそうなったら大丈夫ってこう確信があるんですね。神の言葉がに力がある、主が言われたらそうなるっての、これ権威なんですよ、知ってるんですよね。で、まあね、主の言葉には権威があるんです。だってイエス様に権威があるから。100人隊長はそうしてたんです。イエス様の病気は癒される、イエス様奇跡を行っておられる、この方には権威があるんだって。私でさえ100人の兵隊は言ったらその通りする、イエス様言えば病気は治る、死にかけたって治るって、キリストの権威をしてたんですよね。でだからキリストのところにやってきたんで、しかもすごい100人隊長でそれなりの立場もあったし、彼の場合は人気もあったんでしょうね、名声もあった。ところがイエス様とんでも失礼だから、ちゃんと長老を通して、ユダヤ人の長老を通してお願いに来、近づいてこられたらもうとんでもありませんってお向こう追い返すなんてね。でも言葉でいいから言葉ください、一言おっしゃったら十分っていうことなんですよ。皆さん、今日あなたはそう思ってらっしゃいますか。イエス様は一言言ってくだされば、私の愛する人は癒される。イエス様は一言おっしゃれば、私の愛する人は救われる。イエス様が一言言ってくだされば、この問題は解決するに決まってるって。もしそう思ってたら、この百人隊長にイエス様のところに本当に求めに、自分で来てもいいし誰かを頼んでもいいけど、まあ新約時代はもうね、イエス様直接行けるから、もう本当に求めていただいて、言葉を。でこの5月、主の言葉を受けるか受けないかはあなたの人生を大きく変えます。どんな大きな問題があっても問題ではありません。神の言葉を受けるなら、どんな小さな問題でも主の言葉を受けないで、あなたが自分で解決しようとしているなら、それはあなたの問題、あなたにとって大きな問題です。これぐらいと思ってても必ずしもうまくいきません。もしかしたらあなたの人生を狂わせることになるかもしれない。でもどんなに問題が多いかろうと、あなたが主のところに来て神の言葉をもらうなら、それはもう大丈夫です。恐れることは何もありません。私たちイエス・キリストのところに行き、この方の言葉を受けるかどうかなんですよ。だからそのことを言いなさいと言われた。主の言葉にはその力と権威があるんです。あのパウロ・キム特使はね、いつも話すそのベニ君の時にね、何か言ったら神様に求めたって、そしたら主が癒すって言われたと、結構あの時はすぐ言われたってよく言われますよね。言葉を受けたからみんなの前で大胆に癒されますよって言ったし、言葉を受けたから立てたわけですよ。言葉があったからなんですよね、そうでなければ祭殿にはなるけれども、ね、癒されて祭殿になるか、癒されないけど栄光を表すか、どっちかって言われるでしょ。言葉が来たから癒されて宣言できたんですよ。言葉なんですよ。神は必ず解決してくださるけど、自分の願っている通りかどうかわからない形は、でも言葉が来たらその言葉通りに神はなされるのです。その言葉を受けるかどうかがすごく大きいのです。いや、ね、あの今日のデボーションの箇所だけ読んだ人と、毎日20章読んでる人と、聖書を20回読んでる人と、1回しか読まない人と、神は憐れみ方だから1回しか読んでない人でも語られますし、ディボーションしか読んでない人でも語られますが、語られますよ、ごめんなさい、語られますが、20章読んでる人の方が幅が広くなるでしょ。言ってること分かりますか。分かりますよね。1品しかない時と20品ある時とでは、ご飯作る時に20品の方が作りやすいでしょ。言ったことありますか。白いご飯だけっていうのと、ちりめんじゃこと梅干しと海苔と、ね、玉ねぎと白菜とキャベツと人参と、全部野菜ですね、最近のご意向ですね、牛肉も入れておきましょう、があるときと随分変わるでしょ。もしあなたが本当にイエス様に権威があり、言葉さえいただけば大丈夫と思ってたら、もっと神の言葉を下に求めるって、イエス様のところに行って必死になるって、主の言葉を受けることに。
どこにあなたが時間をかけ、どこにあなたが心を向けているかはあなたの信仰なんです。イエス様のところに行ってこの方の言葉を受けるかどうかなんですよ。言葉があれば大丈夫なんですよ。言葉があればその言葉が働き出すんです。サタンだって打ち破ります。病気だってその言葉に従わないといけません。この時100人隊長はそれを知ってた。だからイエス様は感動してね、ここではね、この立派な信仰は一切なんか見たことがないって言ったんですけど、そしたらその時癒されたんですよね。これはね、単に治ったんじゃなくてね、良くなったんだんですよ。これ言語から言うと治ったんじゃなくて良くなってた。良くなってたのはあの、なんていうかな、あのラーマンの時よく言いますけどね、あのラーマン将軍は将軍だから、まあ若くて40歳下手したら50歳か60歳とします。ところが20代の肌になっていたらすごいでしょ。だって幼子になったって書いてあるからね、あれ。そういうことですよ。単に治ったんじゃなくて、これ本当に良くなった、元気になったってことなんですよ。で聖書を見たらね、どうもそういうのが多いんです。でもっと私は期待すべきです。なんとか痩せ、なんとかなんとかこう歩けるように、なんとかこのぐらいにはしてくださいっていう、そういうふうに祈りをするとか、そういうふうにしか信じていない、期待してないからなんですよ。もっと大胆に祈ってください。もう完全に回復して元気になって踊り上がって歌えるようにとかね、もう期待してもらいたい。主がそうやればそうなる。もちろんね、あの主がだから、だからそれを期待して主にその言葉を求める。主が語られたらそうなるんです。時間があるからもう一つ言っておいばりますけど、あのモーセでに叱る牧師ですね、皆さん若い頃知ってらっしゃるでしょ、多くの人は。まあ、オンラインの人で何じゃそれと思う人がいるんですけど、今東京で持ち上げているモーセ電子から牧師という飯塚出身の若者がいた。からバスケットに関してはもう高校時代、ね、福岡県代表になるぐらい背が低いのに、その高くないのにバスケットで代表になるぐらいすごいスピードがあって、よかった、うまかった。ところが彼はですね、クリスチャンホームで生まれたんですけども、就職するようになって友達を仲間を集めて、寂しいもんだから両親が牧師になって熊本に赴任したから、いつかでみんな集めて毎日お酒を飲んでいた、ね、そしてもうでどんちゃん騒ぎをして、そんな感じだった。それでお母さんがそれを知って、もう本当に心痛めて、神が与えくださった子供をこんなにしてしまったのは私の罪でして、真剣に悔やめた後、神様どうか憐れんでくださいって真剣に乗ってたら、旧約聖書に出る時に、国を変えた私があなたの息子を変えれないと思うのかって言われたから、ああ待てろできないの、そうだ私はあなたの息子を作り変えるって言われたんですよ。国を変えるように作り変えるって言われたんだ。で彼女はそれを信じた、言葉を、ね、ところが長崎に、ね、あの夜カリスマ世界って場所に日曜日集まったことがあって、集まった時に、ね、なんか一人すごいね格好してる、なんて部屋って言うんだっけ、あれなんかねあって、なえトレッドヘアっていうんですか、なんか、ね、なんかとにかくすごい格好してたんで、あの髪の毛だけじゃなくて全部が、でご主人がですね、あんなすごい格好の子でもね、この教会を受け入れる素晴らしい教会だとか言ったら、その子が近づいてきたん、なんとなく逃げてたん、よく見たら自分の息子だったん。でそれを見てお母さんがね、やっぱりね嘆いて、思わずもね、はあまだ変わってない、本当に神様すいませんって悔い改めた時に、主に言われたのは、もう悔い改めなくていい、私は約束しただろうって、あなたは信じてないのかって、信じなさいって言われたんですよ。で、あのお母さんの願ったのはね、さっと切り替えたんだ、分かりましたって、信じます、感謝します、今こういう状況ですからありがとうございます、あなた約束されましたからこの約束が成就することを信じますって、言葉を信じて感謝したんです。そしたらね、その後ね、まあいろんな、もう細かく説明してもいいんですけど時間があるから、まあ、あのアメリカに行く機会があってね、マイリンさんのセミナーの時に、でそのマーリーさんのセミナー行った時に一番後ろの席で聞いてた、ね、寝はしなかったそうです、聞いてたそうですけども、別にまあふーんって聞いてて、最後に感謝しましょうって言ってね、マーリーさんにこうっと笑って拍手したから、まあ、みんなも口からこうやってこうやってやろうと思ったら、こうやって、そしたらその頃の人たちはコンサート行った時こうやって上に手を挙げてこう尻を振ったそうです、その頃の人は ね、でね、こうやって普通に拍手しようというのは勝手に手を上に行ったんですって、えっと思ったら勝手に手を行って拍手した瞬間にドドーッと精霊が臨んできて、腹の底から、腹の底ってのは聖書書いてるからね、腹の底からね、生ける水の川が流れてるんですよね、喜びがブワーって溢れてる、ものすごい喜びが溢れてる、これは聖霊から来る喜びです。で幼い頃から聞いてきた聖書の真理が一品なかったんです。
私のためにこの罪のために死にがあった、罪も分かったし十字架も分かったし許しも分かったし、もう喜びが溢れてきて、今まで聞いてきた知識がなくなったんです。これ聖霊なんですよ。生まれ変わったんですよ。それで行きの飛行機と帰りの飛行機は全く違ったんで、帰ってきたらあんまり変わってるからすごいから、バスケットのすごいこんな連中ね、すごい連中たちが結婚式来ましたけどね、14人全員救われたんです。教会にしっかりつながらなかったから残念でした ね、 あれね、でもね本当に救われたんですね。で四国から九州キャンプして四国から、ね、どんなに変わったのか見に来た人がいたぐらい見に来て聞きに来た人みたい、俺も帰りたいとか言ってね、来た人がいたぐらい本当に変わったんですね。言葉ですよ、言葉です。あのお母さんがすごかったって言ってなくて、あのお母さんが信じたのが何かって、言葉を信じたんです。イエス・キリストの言葉には知見がある、神の言葉には力がある、何かって権威があるからです。でその言葉を受けるってことなんです。いいですか、このイエス・キリストの言葉、神の言葉に権威と力がある、これを受けるってことなんですね。ここに大きなポイントがある。そのためにはキリストのところに行くのです。自分のこと、愛する人のこと、それを持っていくのです。病気であっても、ね、何ていうか、人間関係であっても経済であっても、その人の人生であっても何であっても、イエス様のところに持って行って、主のところに行けば、主が言葉をください、言葉を受け、求めれば、その言葉を信じればいいのです。それが上手ですね。ある場合は瞬間的、ある時はちょっと間がありますけど必ず上手します。それはね、どうぞ見てください。うちの教会はそうでしょ。海外宣教もインターネットの働きも賛美の働きも全部言葉があって組み出したんでしょ。言葉があったから、そしたら賛美の働きにしてもインターネットの働きにしても海外宣教の働きにしても、言葉があったから始めたら、今日本のキリスト教会でやっぱり群を抜いてきてますよね。はっきり言って群を抜くどころかもうどうしようもなかったんですよね。ところが群を抜くようになってきたのは言葉があったからです。それに携わった人はいましたよ。でもそれは言葉があって神様が導かれて応答してきたからですよね。言葉に力があるんです。その、ね、言葉をね、どう皆さんね、求めてほしいと思います。神様はあなたを愛しておられます。私たちとしては愛しておられます。あなたが百人隊長に、ね、イエス様と求めに行くならば、イエス様はあなたに必ず語ってくださいます。どうしてかって、あなたを愛しておられるからです。神にご引きはありません。あなたに神は言葉をくださいます。その言葉をね、あなたも私も受けましょう。そしてその言葉の成就を見ましょう。それを人々に明かししましょう。イエス様と行けば解決するんだよって、イエス様の言葉さえあれば大丈夫なんだよって、ね、人々に分かち合っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは百人隊長が使い起こして自分のこのしもべのために、死にかけているしもべを治してほしいと言ったときにすぐ飛んでいかれましたが、この百人隊長が 家に来なくても言葉さえいただければと言ったときにその信仰に驚かれました。私のイエス様に信仰を驚いていただくことができるように、ああいつまで我慢しなければいけないんでしょうじゃなくて、このような信仰は見たことがないと言っていただけるように、イエス様に対する、そしてイエス様の言葉に対する信頼と信仰を与えてくださり、その奇跡を見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。